はい、炭酸水好きの俺の、シュワシュワ動画始めていきたいと思います。今回はね、ウィルキンソンの、クリアジンジャーという、これね、アマゾン限定の商品なんです。なんかね、6本入りのね、お試しセットみたいなのが売ってたんで、買いました。ウィルキンソンからの新提案、甘さを求めない大人の炭酸水。100年を超える伝統と信頼のブランドウィルキンソンが新たに提案する強めの炭酸と磨き抜かれた水、キリッとしたジンジャーフレーバーで仕上げたクリアな刺激と爽快感をお楽しみいただける炭酸水です。と書いてあります。原材料名が水と二酸化炭素と香料だけとなってます。ね。まあこれはね。うん。まあもう飲んだんですが。まあ、もう一本、飲んでみたいと思います。いただきます。うん。ウィルキンソンのね、ジンジャーエールって、ありますけども。あれのね、味に非常に似てる。ただ甘くないっていうだけ。プラス、あれは結局ほら、ウィルキンソンのジンジャーエールって、まあ、糖類が入ってるのと、あと、まあ、これに関しては糖類入ってないから甘くないんですけど、それに加えて、ちょっと、辛くもないっていう感じですね。だから、それなりに飲みやすいと。それでいて結構、ジンジャーエールの香りが。まあこれ香料だけですから、結局、ね、香料が、まあジンジャーエールと。っていうだけなんで、結構、個人的にラムネ、クオスのラムネに比べると美味しいと思ってます。ただこれね、まあ、ハイボールにしてみて、ちょっと思ったんですけど。ハイボールにちょっと、ね、してみましょうか。ハイボールにしてみるとね、って感じなんですよね。やっぱり、なんだかんだでやっぱ、ハイボールには微妙に合わない。分もあるから。まあなんかジンジャーハイボールみたいなのあるみたいなんですけど、個人的にはあんまり、うん、やっぱり美味しくないかなって、うん、感じですね。やっぱストレートで飲むのが一番美味しいんじゃないですか。クリアジンジャーウィルキンソン。まあ、こちらはね、アマゾンで、24本入りも売ってるんですが、6本入りも売ってまして、これを616円で買えます。こちらね、6本入りのやつ俺買ったんですけど、うん。まあ、それなりに美味しいかなって。ただ、まあ、うん。まあ、そのまま飲むには美味しいと思います。多分。うん。まあ、ジンジャーエール。ただ、結構ジンジャーエールに味が似てるんで、これ飲むんだったら、なんか、ジンジャーエール飲んだ方が、ウィルキンソンのね、ジンジャーエール 500ml のやつ。あれで買って飲んだ方がいい気がするんですけど。うん、個人的に、そうですね。まあ、
それなりに、美味しい。っていう。うん。感じはあります。なんで、まあ、そうですね。これは、うん。まあ、そのまま飲んで、まあ、ウイスキーで割っても、まあ、そこまで悪くないんだけど、やっぱり若干悪いんで。やっぱ、うん。そのまま飲むに限る。うん、結構、これはなんか、うん。甘くないジンジャーエールみたいな感じで。ね、砂糖が入ってないジンジャーエールみたいな味がするんで。うん、まあ、ジンジャーエール好きな人はなかなかいいんじゃないですかね。まあ、お試しでね、6本入りのやつ600円で買えますから、まあ、それ買ってもね、いいと思います。気になってる人はね、ぜひね。まあ、ということで、4つ星かな?これは、それなりに美味しい。と思います。ご視聴ありがとうございました。